こんにちは、くださいな。あら、かわいいお客さんね。いらっしゃい。あのね、店員さん。今日ね、巫女の記念日なんだ。だからね、お祝いのケーキをもらいに来たんだよ。それはよかったわね。おめでとう。そうしたら、どのケーキがいいかしら。うわぁ、全部美味しそうだな。これ全部欲しいんだけど、いいですか？うふふ、そんなに食べきれるかしら。それに、きっとお金も足りなくなってしまうわよ。予算はおいくらなの？お金？巫女、お金なんて持ってないよ。1円もないよ。今日は巫女の記念日なんだから、お願いしたら、タダでくれるかなって思って。巫女、まだ小学生だし、可愛いし。いいでしょう？ね、ねえ。お願い、お姉さん。どうしてもこれ全部欲しいの。全部美味しそうなんだもん。ね、全部いいよね。そうね。ごめんなさい。タダであげるってわけにはいかないわ。かわいそうだけど。イエーイ。物騒？なんでですか？なんでダメなんですか？今日は巫女の大切な日なんですよ。そうよね。気持ちはわかるわ。だけど、あなたにタダでケーキを渡してしまったら、お金を出して買ってくれた他のお客さんに悪いでしょ。それにね、ケーキは何もないところから勝手にできるんじゃないのよ。卵や小麦粉といった原材料を作ってくれる人や、それを加工したり運んでくれる人がいるの。ケーキ職人さんもね、何年も厳しい修行をしてようやく手に入れた技術で、一生懸命心を込めてケーキを作っているのよ。そういった人たちにお給料を払ってあげないといけないでしょ。出ないとケーキを作る人がいなくなってしまうわ。だからね、ただというわけにはいかないのよ。ごめんなさいね。あ、うん。ガウガウガウ。もういいよ、ケチンボ。バーカ、バーカ。お前なんて死んじゃえ。バカバカ、バーカ、意地悪ババア。なんだよ、せっかく丁寧に頼んであげてるのに。子供の記念日なんだぞ。いいじゃんか。ケーキくらいくれたって。偉そうに説教すんなや。バーカ、バーカ。です、デブ、死ね。